はい、今日はですね、地下ダンジョンの混沌のバブルの塔というコンテンツに行きたいと思います。では早速飛んでみましょう。こちらはスパルタンの国家ダンジョンになってまして、で最初入ってすぐのところにこのゲートあるんですけど、これは自分の自ゲートなんで、こっちは防衛するためのものなんですよね。なので皆さんはとりあえず入ったらまっすぐ行く人もいるんですが、右に行ってください。で右に行くとこう敵がいっぱいバラバラいるんですが、まず1箇所目の敵のゲート、この辺にあるんですけど、この門を倒さないといけない。で、2箇所目の敵の門が、ここですね。今もう誰か変化しちゃってますけど、もうすでに壊れちゃってるのかな。この門を2箇所倒して、さらにもう1箇所あるんですよ。で、一番奥を今回はギルドメンバーに、お金渡して倒さないでくれって頼んでありますんで、残っていますんで、これを今倒したいと思います。これが敵ゲートなんですけど、まあ、飛んでる、のかな、ちょっとわかんないですけど、杖火で今クリックしちゃったんで、まあ今ワンパンだったんですけど、これほっとくとこんな感じで敵がわらわら湧いて、こいつも多分そうなんですけど、動いて最初の自ゲートに襲いかかりに行っちゃうんですよね。で、今度防衛する人は大変になっちゃうんで、なるべく早いタイミングで、今みたいにゲートをぶちのめすと。で、3箇所あるんで、それを3人手分けして、自分は真ん中行きますとか、自分手前行きますとか決めて、迅速に倒すと。で、そのゲートを倒した後は、もともといるゲートから湧いた敵じゃないやつ、初期配置の敵がいっぱいいるんで、それをぶちのめして、全滅させたら次のフロアに行けるっていう仕組みになっております。だから割とバベルの国家ダンジョンは単純な作りになってるんで、そんな難しいことはないんで、その協力プレイさえきっちりできれば、防衛する人、ゲートを倒す人3人とか、その役割決めて分担してやれば、迅速にクリアできると思います。はい、それでは終わりましたんで、次のフロア行きたいと思います。次回はこんな感じで敵がわらわらいるんですけども、とにかく前からぶちのめしていくっていう感じですね。取りこぼしとかすると戻ってくるのにタイムロスになっちゃうんで、なるべく手前の敵から皆さんやった方がいいと思います。で、人数いっぱいいればそのクリックかぶっちゃって面倒くさいことになるんですけど、こんな感じで取り合いになっちゃうんで、で割と敵の数いるんで168とかあるんで、でここは守るゲートとかもないし、敵のわらわら湧いてくる敵ゲートとか倒さなきゃいけないゲートもないんで、とりあえず初期配置でいる敵をひたすらクリックして倒していくと、こんな感じになってます。マップ自体が螺旋状の作りになってるんですが、まっすぐ行くパターンと、今この雪崩みたいになって下に行ける隠し通路みたいなのがあるんですけど、下パターンって、まあ、今自分下行っちゃったんですけど、まっすぐ行く人たちと下に行く人たちで二手に分かれるっていう選択肢があります。全員が下行っちゃうと上の敵倒さないで残っちゃうんで、それはダメなんですけど、だからそこもまあ別に厳密に決めて自分は下行きますとか、そんなところまでする必要はないと思うんで、まあ、ある程度空気見ながら、ああ下いっぱい行ってんなみたいな感じだったら上行ったらいいし、負けた方がいいと思います。で、この隠し通路みたいなショートカットコースは何のためになるかっていうと、後からこのバベルに参加する人が、まあ、3階までフロアあるんですけど、1階2階はもう倒した後、3階に行くのにずっとぐる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 回って螺旋状のやつを歩っていくの時間かかっちゃうんで、このショートカットを使ってすぐに3階に行けるようにっておそらく作りになってると思うんですよね。今こっから下降りるようになってるんで、こうやって降りると一気にこのワープホールで行けるようになってるんで、これがショートカットコースですね。もう崩れた部分。それでは2階のフロアがだいたい討伐終わって、みんなこんな感じでぼちぼち集まってきたんで、あと2匹ってなってるんで、あ、もう行けるみたいですね。はい。で、3階に参りたいと思います。で、3階はこんな星型のフロアになってるんで、で、その星のマークの四隅に敵のゲートがあるんですよね。そのゲートを真っ先に破壊するっていうのが最初のファーストミッションです。で、このセンターに自ゲートがあるんで、その自ゲートも一人防衛の役の人が必要になります。自分は今回右上を倒していいよということで任されてるんで、早速やりたいと思います。で、周りにタワーみたいのがあったんで、そのタワーを先にぶちのめすっていう手もあるんですが、まあ、今回はとりあえずゲート直で行っちゃったんですけども、あんまりキャラクターが強くない、育ってない人とかは、このタワーを倒してからやんないと、怖
このゲート割と強いんで、反撃とかでいきなりパーティー全滅させられちゃったりするぐらいの強さありますんで、気をつけてかからないと、舐めてかかると、まあ、今みたいにワンパンで通してば簡単勝みたいに思うかもしれないんですけど、そんなことないんで気をつけてください。であとは G ゲートに敵がじゃんじゃん向かわないように、雑魚をどんどん殺してった方がいいですね。そしたら防衛の人が結構これ守るの大変なんで、このステージに関しては。その真ん中に向かってる敵から倒してあげた方がいいと思います。こんな感じでいっぱい向かってきてるんで、このゲートの周りを掃除してあげると。で、あと重要なことが一つありまして、この月光の庭園へ行くっていうクエストが、まあ、あるんですが、本当バベルの塔のスパルタンの石像進行中ってなって、その月光の庭園に行くっていうクエストを受けると、見習い上昇竜騎兵から何なるの月のかけらを手に入れろみたいに出てるんですが、見習い上昇竜騎兵、これですね。この敵を倒して運がいいと、その何なるの月のかけらみたいなのもらえますんで、それをもらうと、このクエストが進行できると。ただ、クエストを受けてないと、そのアイテムそのものが出ないんで、とりあえずは、まずクエストを受けてください。で、クエストはレベル120の混沌のバベルの塔のクエストで受注できますんで、これを受けて3階に来たら、さっきの上昇竜騎兵っていうのをどんどん倒していくっていう。で、出るまで頑張ると。で、運よく出たらボーナスステージがあるんですよね、この3階のフロア。そこに行けるようになりますんで。で、今回、月光の庭園、本当は行って動画化して皆さんに情報をお伝えしたかったんですけども、ちょっと別の方が、すでに入って討伐しちゃったってことなんで、今回はその中身を、まあ、お見せすることができないんで、とりあえず入るだけ入りますんで、アイテムさえ持ってれば入ることはできますんで。で、入ると、本来ここに敵が3匹いるんですよね。で、その3匹敵を倒して、まあ、敵、その倒したからなんかいいことあるとか、そういうわけじゃないんですけど、特別感があるというか、ちょっとした隠しステージがあって、経験値こんな感じでもらえますよっていうものになってますんで、で、さらに2個目のクエストも、あ、普通に受けれるのか。あ、そんなことやってないね。クリアしちゃいましたね。で、こう、2個目の、クエストも受けて、届けられなかった。まあ、とりあえず来れば、中に入ればボスとか倒さなくても、この手紙手に入るみたいなんで読めますんで、で、クエストクリアするとまた経験値とゴールドがもらえますよっていう。で、クエストが終わると。だから、なんかいいもんもらえんのって言われたらそういうわけじゃないんですけど、そういう隠しコンテンツもあるんだよっていうのを皆さんに情報としてお伝えしたかったということです。それでは本日、国家ダンジョンバベルの方をお送りさせていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。